まあ、無難に立て込んでいくか。シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よう、今日の夜会は中国にローゼンクロイツを使って食ってやすだぜ。ローゼンクロイツのステータスはよ、右側に書いてっから、よく見といてくれよな。今回結構時間かかったからよ、ボス戦まで早送りだ。その間にステータスも確認しとくか。貫通、バランス、ロボット、アビリティ超アンチダメージボール、カウンターキラー、魔法陣ブースト、ゲージマネー、 SS 自強化&周囲を切りつける22ターン、友情長弾で、ステータスはよ、バランス型らしい、バランスの取れたステータスだが、攻撃力が結構高い、スピードもなかなか。ということでよ、カウンターキラー、魔法陣ブースト、この2つがま、このダンジョンにすげえ刺さるんだが、攻撃力が結構とんでもねえことになるよな。まあ、通常の状態ならばそこまで強い感じはねえんだが、この鶏状態をキープすることによってかなりの力を発揮できるぜ。まあ、ちょっと前に俺はモンタマの動画を上げたが、ローゼンクロイツに当たらなかった。でもよ、フレンドに巻いたから使ってみるって感じだぜ。どうだ、お前らは出たか。本当によ、このローゼンクロイツとかタグ通知引けるやつがあってすげえと思わねえか。全然出ねえよ。しかもよ、モンタマって結構新しいモンスター全然出ねえんだよ。結構古いいい感じのハズレ、ちょっと表現できねえが、うわ、これいいハズレ来たなみたいな、これ来るかみたいな、すごいなんかもう絶妙なハズレをついてくる、あの感じがすごいと思うんですよ。で、そろそろボス戦。ちょっとよ、初め苦戦はしたが、なんとかいったと思うぜ。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。じゃ、まずはひよこ解除して倒すぜ。 OK。 で、次はよ、ガイドが出てっから下狙うか。おら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 、よっしゃ。で、あそこは狙えるか。これで往復、あと隕石とか、よっしゃ。で、こいつは上にはまるようにですか。正直よ、ひよこになっても全然大丈夫だ。鶏になってもだから、他のモンスターと違って安定して上でズバズバできるよな。というかよ、あと3ターンかよ。ま、次のローゼンクロイツに任すか。次のローゼンクロイツ見といてくれよ。おそらくめっちゃ削るからよ、カウンターキラーにヒヨコ、いや、ニワトリ。よし、見せてやれよ。いや、強えな。弱点が下にあったら突破してたかもしれない。いつもゲージ切った後よ、これすげえ緊張すんだよな。全然攻撃ねえのに。
オッケー。このね、カエル、カエルじゃねえ、回復ヒールパネル打たせ、上入ってひよこ解除してズバズバやってっか。これなぜローゼンクロイツどんだけ削ってんだ。さっきいやちょっとこれは向こう行っちまったぜ。まだ時間はある。この鶏をキープしていからよ。いい感じの横感にしようぜ。オッケー。で最後のステージはよ、ちゃんと鶏解除して SS 打つからよ。でこのステージ作った人、作ったやつめちゃくちゃ意地がありと思うぜ。この縦に並んだ魔法陣をよ、いつもこのステージに来た時どうやって処理しようか迷うんだ。まあでもよ、このステージ結構ひよこになった状態でもいけるようなシステムで作られてからよ、最後のステージで SS ぶちかます以外は別にひよこの状態をキープしてもいいんじゃねえかと思うぜ。オッケー。回復しねえからよあいつは。もう強えな。ひよこになっちまったぜ。とりあえずもう一周目ぐらいでひよこ解除すっか。でもあと3ターンか。とりあえずひよこ状態でどんだけ食らわせるかあいつ。いや待って、今すっげえ削らなかったか、あのひよこ野郎。ひよこじゃねえ、ニマトリ、何回も言い間違えるぜ。ま、ひよこ解除する感じで雑魚処理もやってっか。最後のステージはよ、 SS かまさねえと。でこいつは解除するぜ。おい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 、え、こいつ強えぞ。かなり超アンチダメージボール以外なんかついてたら結構やべえモンスターだったな。なんなんだこいつは。ま、俺は一生手に入らねえと思うんだよ。さあどんどん雑魚処理やっていこうぜ。でここで SS ぶちかましとっか。ザコが鬱陶しいからよ。頼むぜジュリエット。ま、ちょっと待てよ、上のやつ当たっちまったからよ。ま、無難に立て勘でいくか。カウンターキラーがしっかり乗ってたらかなりのダメージだったな。で最後はおめえがいいとこ持っていくのかよ。ま、つうわけだ、こいつはかなり強えと思うぜ。ま、銃の国に限らずな。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。